斉藤豊とアンビコグの本音レディオ、はい、始まりました。はい、始まりました。いや、斉藤くん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、はい、鼻の調子は。いや、もう鼻手術終わり、うん、綿も抜けて。え、抜けて、それ自分で取ったんですか、鼻。自分で、自分でっていうか、くしゃみしたら出てくんのよエクシュンとかアってやったら出てくるんで、まあ自然に取れたっていう言い方した方がいいかな歯と同じで。そうです、自然に取れました。いや、お疲れ様です。はい、ちゃんと病院にも行って、とりあえず通院終了ということで言ってもらったんで、あとは安静にしながら、はい、いろいろ様子見てやっていきたいと思います。おー、はい、もうあれですか、その鼻の高級ティッシュはもう使ってないですか。使ってない。もう鼻水も全然出ない。あ、もう出なくなって、うん、確か声が全然違いますよね、声の。ちょっと前回はちょっと申し訳なかったですね。いや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 、いろいろと聞き取りづらかったと思いますけど。いやいやいや、今回は大丈夫。お、声張っていきます。ラジオに磨きがかかりますね、鼻が治ったということで。磨きがかかるんだ。磨きがちょっとかけていきましょう。まあそうですね、はい、かけていきましょう。はい、ところなんですけど、うん、正直な話していいですか。はい、正直な話。もうね、斉藤豊チャンネル、うん、やることないん。え、ネタ切れですか。ネタ切れ？ネタ切れなんで。マジ？ちょっとラジオで食いつないでいこうっていう。そういう感じ。ついてまして。あら、それやばいな。ちょっともう、材料がないんで。ネタなし？ネタがないんですよ。マジか。なので、ちょっとこの今回ね、ちょっとラジオ通して、うん、5分間の中で、うん、ちょっと材料探していこうか。ありったけの。企画会議的な。企画会議を。マジ？ちょっと。じゃないんだ。このラジオを通してやらせていただきたいと思うんですけど。わかりました。大丈夫でしょ。オッケーオッケー。オッケーです。それはちょっと緊急事態だな、これは。緊急事態。はい。じゃあネタ企画会議しますか。じゃあいいですか。はい。じゃあいきます。はい。ジャッジ。毎回これ。ジャッジ。ラウンドワン。ファイ。いやー、はい、始まりました。始まりましたね。いやー、斉藤くんにね、はい、企画会議、企画会議、やってほしいことがありまして、うんうん、ある。まずね、はい、友の湯の銭湯行くの。ちょっと行きましょうよ。行くの、友の湯。友の湯の銭湯行きましょうよ。いや、銭湯行くないけど、サウナはきついよ、あれ。いや、本当にサウナ対決、みんな多分待ちに待ってると思う。対決。サウナ対決をカメラ入れて。カメラ入れて。ああ、きつい、本当にきつい。いや、本当に持ってかれるよ、心も。いや、もう持ってかれましょうよ。心持ってかれるぞ、あれは。持ってかれましょうよ。5分入ってられるかなって感じだ。いや、そこのサウナの中で、うん、次ラジオ撮りましょうよ。5分ラジオ。多分俺喋れないと思う、本当に。言葉出てこない、頭回らないからもう。つらいつらいってずっと言ってるよ、5分間。それきついよ、無理だな。それダメだ。それダメですか。いやー、まあ絵にならないんじゃないかな。絵ってか撮れ高が多分ないと思うんだよ。撮れ高ないですかね。あ、もうきつい、つらい。あー、やばいってもう5分間言ってるからね、ほんと。それはちょっと、あー、厳しいな。1分経過。個人的にやる分にはいいけど、その撮影ってなったらつらいと思うよ、それ。あ、つらいですかね。使えない可能性が高いんじゃないですか。いやー、もうぜひ、うん、友の湯って、うん、有名な猫ちゃんいるじゃないですか。今ね、こういう時代、ご時世なんで、猫ちゃんちょっと少なくなった。やっぱほら、いろいろ触れたりとかするじゃん。はい、やっぱよくないよね、今。うわー、悲しい。20匹とかいないと思う、今。本当ですか。うん、表に出てる猫、何匹いるんだろう。ちょっと分かんないけど、少ないと思う。います。え、しょうがない、ね、斉藤君って、うん、犬か猫派ってさ、どっちなの。これは、猫が好きだね。あ、猫派なんですか。猫が好き。じゃあ、猫カフェに行くってのはどうですか。猫カフェ。猫カフェ。あー、まあそれ悪くないな、でも。猫カフェ行って何する。ただ、戯れて終わり。いや、ラジオ撮りましょう。猫カフェ行く意味あるのか、それ。2分経過、2分経過。3分。残り時間3分。猫カフェ行ってラジオ撮ってすごくない、それ。いや、また多分違うと思うんですよね。あー、まあでも。じゃあそれ映像として残したいじゃん、これ。声だけじゃなくて、猫がいるっていう映画。じゃあ猫絵をちょっと、猫絵を撮りましょう。ちょろちょろしながら。世界チャンピオンが猫パンチ打ってみたってのはどうですか。何だそれ。ちょっと分からないね。猫パンチ打ってみたら何だろう。猫パンチじゃなくなっちゃうこれこそ映像に残しておきたいですね。じゃあ、あれですね、うん、猫カフェで、うん、
世界チャンピオンが猫パンチって絵を取りに行ってほしい。いいですか。それでそれちょっとダメだな、使えないな、それは。それ使えないですか。ちょっとなんかね、それてる感じがあるんだよね、主軸とは。じゃあ、ほんと難しいけどね。俺もお聞きしたんですけど、なんですか、斉藤君って、サップ受けた、もともと野球部に野球部入ってたっていう教授ね聞いたんで、ついにバッティングセンターを見たいなと。バッティングセンターね、斉藤豊のバッティング。あ、腰痛めそうだな、バッティングかな。右打ちですか、斉藤君。左打ち。左打ちなんですか、斉藤君。左だった。右投げ、左打ち。左打ち、うわ、ぜひ俺斉藤君のバッティングセンターマジで。左振りやすかったんだね、そっちが。それだけ。格闘技の時はオーソドックスですね。うん、オーソドックス。野球は左打ちなんですか。でも右投げだから、まあ、左も投げれるけど。じゃあちょっと両利きみたいなとこはあるんちゃう、うん、あるかもしれない。意外と器用な、意外と。はぁー、意外とね。マジっすか。うん、あ、じゃあちょっとこの斉藤豊の右打ちの方がヒット出るのか、左打ちの方がヒット出るのかって企画ちょっとやりましょうよ。すげえ企画だな、それ。ヒット出るか出ないかってあるからね、それはね。あ、残り時間1分、残り時間1分です。あと1分ね。いや、なんかその、あれですよ、スポーツとかでなんかやりたいないんですか。スポーツか、なんだろうな。スポーツね、なんだろう、特にパッと思い浮かぶのないんだよな。困ったなと。申し訳ない、企画会議なのに全然出てこない。じゃあ全然出てこない。スポーツはなしということで、残り時間30秒。残り時間30秒。30秒。え、なんかギャラリー最強なんか一つないか。なんかないですか、うん、やってほしいこと。いや、なんかね、食べ物、食べたいものをな、はい、なんか安藤ウンバイツしてくれたら。食べたい、あ、俺がバイトしてるからって。そうそうそう、バイトちょっと仕事として、俺が食べたいであろうものを取ってきてほしい。なんだ、残り時間10秒、残り時間10秒。安藤は予想する、俺が食べたいものをウーバーイーツで取ってきてほしい。それを俺が食べるみたいなのあったらやってもいいかな。わかりました。ドルー、死ぬ。わかったの、それ死ぬ。オッケー、オッケーです。配達行ってくれる。配達行きますよ。ありがとう。いい薬です。結構遠くても大丈夫。まあ、場所によりきりです。場所によりきり。まあでも、って言ってもね、そんな遠くない。遠くないです。新宿あたり。いや、遠いですよ。遠いですよ。無理です。行って帰ってこれる距離だと思う。いや、無理です。八王子とか。もう8時間半以上かかる。電車で1時間半以上かかるから。